皆さん、こんにちは。この冬は、冬の車中泊、それからね、冬キャン。これがね、すっごい人気出るでしょうって予測されてるらしいんですね。そこで今日は、冬の車中泊におすすめのポータブルバッテリーと、それから電気毛布。この組み合わせね、皆さんにご紹介していきたいと思います。実際に、車中泊に行った時に、家族4人で電気毛布と、それからね、ポータブル冷蔵庫を併用して使った 動画を撮ってきましたので、まあ、どのぐらい使えるのかっていう容量の部分も含みで皆さんにご紹介していきたいと思います。今回紹介するポータブル電源はこちらじゃんフューマンというメーカーの 540Wh のポータブル電源です。じゃ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 ーん。これはですね、2019年の8月にクラウドファンディングで目標金額よりも500%達成して話題になったっていう ポータブル電源で、国内企業が販売しているポータブル電源になりますので、まあサポート体制とかが充実しているということで、まあ安心して利用できるバッテリーの一つではないかなと思います。これね、バッテリーの容量は 540Wh。目安としては消費電力 100W の家電が大体5時間ぐらい使えますよっていう容量です。まあそこそこな容量ですよ、このコンパクトなボディの中にね。 バッテリータイプはリチウムイオンバッテリーになります。いわゆる純制限波っていうタイプのバッテリーなので、家庭用の家電は全部使えると思って大丈夫です。でね、この 540Wh のバッテリー、大体いいね、フル充電にかかる時間っていうのが約7時間。で、どれぐらいこう出力ポートあるかっていうと、見ていきましょう。まずこれね、100V が2口。コンセントね。それから USB。 クイックチャージ3.0が1個。それから普通の u s b 2 4アンペアが2つ。プラス、タイプ C のあのポートがあります。なので、MacBook Pro とかね、直接ここから電源取ることができますね。それと、シガーソケットと 12V のプラグが2つということで、かなりね、出力ポートも充実しているので、いろんなものに対応できます。でね、もう一つ特徴的なのは、これね、ここに LED のランプついてるんです。じゃーん 1440ルーメンっていう、まあ、結構明るい LED ランプついてますので、まあ、車の中とかでね、明かりが欲しい時とか、それから緊急災害時の時とかにね、明かりが必要になった時とかにも、これ、役に立ちます。で、まあ、付属品としては、まあ、普通に充電用の 100V コンセントケーブルと、それからシガーソケット、それから太陽光、ソーラーパネルから充電するためのケーブル等々が付属でついているというものです。 で、公式サイトの方に載っている、大体使用の目安ってところからピックアップすると、スマホで40回ぐらいの充電、ノートパソコンだと11.5時間の駆動。そして、電気毛布、今回ね、お話ししようと思ってます。電気毛布。50W のものであれば、まあ、大体10時間は使えますよという容量になります。結構、500W もあると、まあ、そこそこ、ゆとりのある容量なんではないかなと思います。そして、このバッテリー。 こういう感じで、液晶ディスプレイがね、大きく出ています。バッテリーの容量が目視でわかるようなもの。それと下に数字がありますね。今98%。で、大きく出ている数字。これは、使用可能時間ですね。今99時間。残り何時間ぐらい使えますよっていうのを、あの、教えてくれます。それから、一番端っこ今0って表示してるのが、消費されている電力が表示されます。今何も刺さってないんで0ですね。だいたい今の電気ってどのぐらい、 余力っていうのかなっていうのもみんな可視化されるようになってて、あの大きなディスプレイで目視で見えるようになっているので、すごくね、使いやすいなとは思います。次に我が家が使っている電気毛布をご紹介したいと思います。こちらです。じゃじゃん。我が家が使っている電気毛布は小泉っていうメーカーのもので、えっ、ー、とね、実はね、家族4人で使うので、セミダブルっていうちょっと大きいサイズの電気毛布を使っています。消費電力は えー、75W とね、ちょっと大きめですね。で、これを私たちは車中泊をするときに、敷、敷布団の上に敷いてるんです。賭けにしてなくて、敷きに使ってるんですよね。で、その上に、えー、みんなで寝て、さらに寝袋をかけるっていう形で使っています。10月の末に車中泊したときに、実際にこの電気毛布と、それとポータブル冷蔵庫を併用して、このバッテリーでね、 使ってみた動画がありますので、そちらをまずね、ご覧ください。今ね、6時ですね。夕方の6時。昨日の9時に出発したところから、まあまるっと1日60ワットの冷蔵庫をずーっと電源取ってるのですが、現時点でまだ90%、10%しか使ってないので、 これはかなりね、パワフルなバッテリーじゃないかなって思います。そして今夜はちょっと冷えるという予想なので、今回ね、初めて買った、えー、電気毛布。これを一晩中、ここから電源取ろうという計画です。テッテてれー、電気毛布です。で、これ、四季掛け療養タイプの小泉のね、あの電気毛布。えー、横幅がね、180、 あるやつなので、これをね、今回、腰から下ぐらい、足元に引いてみて、これを、この、フューマンのね、バッテリーから取って、一晩、つけっぱなしでね、使ってみようと思います。今ね、残りのバッテリーが76%ということなので、えー、朝まで使ってみて、どのぐらいこう、暖房器具として効果があるのかなと、これですね、小泉の、室温センサー付き電気毛布。 明日の朝までバッテリー持つのかな ?Here we go! はい。実は、この後撮影し忘れてしまったので動画がないんですけども、実はね、この次の朝、6時に目覚めてます。その時には、このバッテリー空になってました。もうね、全部ゼロになってましたね。理由は、ポータブル冷蔵庫と、この、 電気毛布を併用していたので、まあ結構消費電力が大きかったなっていうところが理由になります。動画の中で液晶のところにね、使用残時間が4時間って出てたと思うので、多分あれは正しかったなと思うと、大体深夜の3時ぐらいにはバッテリーは全部空になっちゃってたんじゃないかなと思います。幸いその日は全然寒くなかったので、毛布がオフになっても快適に寝れることはできたんですけども、じゃあまあこの結果から言うと、 実際この 540Wh のバッテリーで冬、車中泊、冬キャンやるのに電源を取ろうとすると、もしかしたらちょっと容量的には不安かもしれないですね。なので、もし同じぐらいの容量の電気毛布を使いたいとか、あるいは複数の家電と組み合わせて使い,使いたいと思う人たちは、 もう少し容量の大きい 750Wh とか、その上1000とか 1500Wh っていう大きいバッテリーがあるので、そのぐらいを用意した方がいいかもしれません。実際、厳冬期の車中泊とか、冬キャンで夜中にバッテリーオフになって電気毛布使えなくなっていると考えると、結構、続々するぜ。なので、まあ安心して使うためにはもう少し容量の大きいものを持ってた方がいいかなと。 思うんですが、えー、実は今回、最初にも言った通り、我が家はちょっと大きいセミダブルの電気毛布を使ってるんですね。消費電力も大きいです。なので、えー、一人用のやつだとだいたい50ワットぐらいなんですよ、消費電力が。そうすると、実はもう少し余裕を持って使えるのかなと思います。それから、えー、消費電力は、それ MAX の時なので、だいたいみんな中で使うと思うんですね。熱くなっちゃうから。そうすると、消費電力は25ワットぐらいになるかなと思うので、 そう考えれば、えー、実は 540Wh の、えー、バッテリーでも十分な容量があるんじゃないかなと思います。なので、この辺容量の選び方は、それぞれの使い方、そのいくつの家電と組み合わせて使うとか、それから、特にね、うん、発熱する 家電っていうのは当然ですけども消費電力がすごく高いので他にケトルを使うとかっていうねそういう予定がある人たちは間違いなくもっと大きい容量のバッテリーを選んだ方がいいと思いますまたもう一つ大事な点としてはたとえ電気毛布を使うとしても寝る時に使う寝袋っていうのは必ずねあったかいものを用意してください えー、体温度っていうのが十分あるものね。マイナス10度とか20度ぐらいまであれば、まあそこそこ寒いところで車中泊、冬キャンしても大丈夫だと思います。それの補助的に電気毛布っていうのは使うっていうふうに考えていないと、本当に電源がなくなってしまった時にめっちゃ寒い思いをすると思うので、その辺はちゃんと考えたウェアリング、それから寝袋の選び方っていうのは 必ずお勧めしたいと思います。その上で、こういうポータブル電源を使って、えー、補助的にダウンを取るために電気毛布と組み合わせるみたいなのが一番ベストだと思うんですね。では、まとめに入ります。というわけで、今回はこの FUMAN のポータブル電源 540Wh のご紹介と、 電気毛布を組み合わせた冬の車中泊、冬キャンのおすすめのお話でした。ではまた。バイ。e